マジで急に始めちゃった。急に始めちゃった。あの入室でさ、始めるよって言いたかったんですけど、始めちゃった勝手に。さあちゃん遅刻じゃないよ。だって私8時半から9時の間に始めるって書いてよね。回復かかなかったっけ。だからちょっとザラザラ準備しちゃったよね。なんか配信そう半ぐらいにしようって思ったら、お腹すきすぎて、おにぎり食べてきて遅刻しました。でもねっていうよりね、もうめっちゃダラダラ準備してたわ。まあすっぴんなんですけど、起きて顔洗ってそう、久しぶりの朝だね。いや私ちゃんとさ言ったよね、半から9時の間にするって。私寝坊してかなり焦ってる。え大丈夫大丈夫か。まちゅさんキラキラありがとう。そう9時前だから全然セーフ、全然セーフっていうかセーフも何もないです。水気も降ってる。全然降ってない。この通り降ってないです。髪型がすごいことになって、待って、髪型すごいことになって、嘘なってない、全然なってない。おけいちゃん、クリスタルくまちゃんありがとう。りんさん、クリスタルくまちゃんありがとう。9時15分のバス乗りたいのに化粧してない。9時15分いやー、でもバス停の遠さにもよるけど、やばいね。バスでしちゃえばわかんないように。ダメ。あでもそっか、バス人多いよねきっと。学生さん多かったら。おはよう、おはようみんな。朝ごはん何食べた。いや朝ごはんね、本当は配信終わってから食べたいなって思ってたんですけど、配信終わってからなんだっけ、私が好きなやつベーグルじゃなくて、今日はなんだっけ、マフィン、マフィン焼いてサンドして作って食べたいなって思ってたんですけど、ちょっと配信中にお腹鳴りそうだなって思うぐらいめっちゃお腹空いてたので、福岡で前に買ってきた明太子のお塩を振っておにぎり作って食べちゃいました。そう。ピンクかなさん、エビフライありがとう。ガチャガチャ。シュガキさん、キラキラありがとうね。おはようございます。元気なの？え、元気ですよ、めっちゃ。国陽さん、クリスタルくまちゃん、ありがとう。ユンさん、クリスタルくまちゃん、ありがとうね。みんなのおかげでまだ何だったっけ、セカンドジェネレーションだったっけ、熱まだ入れてます。今書いてないか。カズトさん、あとありがとね。ニュージェネレーションか、ニュージェネレーションのやつさっき入ってた気がする。そう、200円以内に11月30日までに、そう11月30日時点でってことよね、多分200円以内に入ってたら決勝戦に行けるみたいです。知ってもらえるチャンスだよね。
国曜さんレインボースターありがとう。そうレインボースターとなんか11月30日まではなんかねレインボースターとねクリスタルクマちゃんがあれらしい。うん、国曜さんレインボースターありがとうね。みんなは準備中ですか？もう出勤しちゃった？ちびたんさんおはようって、おはよう。サーノンは今日は、私はね今日は8時に起きました。ユンさんレインボースターありがとうね。ナンさんクリスタルクマちゃんありがとう嬉しい。ケイスケさんでいいのかな。レインボースターありがとう、嬉しいです。ドゥンドゥ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 ン出勤中、バスだったっけ、出勤中、気をつけるんだよ。そっか、もうみんな出勤中か。今起きた、おはよう。ケイスケさんレインボースターありがとうね、ありがとう。今日はとってもなんか今天気良くてお日様が最高。まちゃさんエビフライの飛行機さんありがとう。ショールームランクも B さんにアップ、もうちょっとだね。そうなんですよ、そう、みんなのおかげでね、ショールームのランクも B さんにアップしまして、もう少しでねカラオケ配信ができたりとかすると思うので、皆さんもたくさん配信見に来てください。雨降ってる、滑るね、滑っちゃうね、寒いね、雨降ると寒いよね。あ、朝早くにし配信ありがとうって、こちらこそありがとう。仕事行くからごめん。うんうん、いってらっしゃい、ありがとう。雨やんだら健康ランドでサウナ行きますって、いいね、お休み、いいねいいね英語とかになったら美味しいのかなって、牛肉に例えるんじゃないの英語になったら美味しそうだね、美味しそうだね、確かに美味しそうだ英語。なんか絵作ったなんかいいって感じせん？ね。ね。ドアラさん、おかえり。久しぶりだね。見つけてくれたの。ありがとう。あ、会社に着く。頑張って。いってらっしゃい。関東は間もなく雨止むみたい。おお。止むんですね。よかったよかった。ギャレスさんハートありがとう。みんな朝からね、えらいよ、準備して。シゲオ007さんありがとう。クリスタルクマちゃんかわいい。ユンさんクリスタルクマちゃんありがとうね。覚えてくれて嬉しい。ドアラさん覚えてるに決まってるやん。もうね、コメントとかしてくれてる方をね、もう覚えちゃうよね。そう。もちろん会ったことない方でも、まだね、配信で、そう、コメントよくしてくれる方とかはね、やっぱ覚えるよ。うん、嬉しいもん。あ、また来てくれる。ありがとうね、ちびたんさん。雨やむって聞こえたんだけど、雨やむのって、チャリで行こうか悩むだって。みんなそれはサロンにはちょっとわかんないわ。けんせいさん、けんせい何さんだったっけ、ハートありがとうございます。朝配信珍しいやろ、イエイ。てってったったドゥドゥ
関東平野雨広がっていくみたい。いやだってやめた方がいいじゃない、自転車。え、次は何の MVP 取ったんですか、すごい。関東はダメらしいよ、関東は雨だし、雨らしい。昼過ぎにかけて大雨やって、絶対ダメ、絶対チャリンコ乗っちゃダメ、ダメダメダメ、全てがコロリンしちゃう。千葉や埼玉、あ、小雨やって。東京や神奈川、あ、じゃあもう住んでる地域によって違うってことね。そうなんや。昼以降はいいって、もう無理は言わないって。どんまい、そんな日もあるさ。今日は正直にソロちゃん見てたら遅刻しましたって言っときな。大丈夫、サーノ先生に会ったことないからさ、サーノが怒られることはないよ。うん、サーノのせいにしても大丈夫。メイさんありがとう、クリスタルコメちゃんかわいい。ありがとうね、レインボースターも。おはよう。なんかまださ8時に、その8時に起きたんですよ。だからまだ声が出来上がってなくて、声が出来上がってないってなんて言ったらいいんやろ、あの声が朝の声、なんていう、朝っぽい声、うん、そんな声してる、寝起き声、そんな感じ。まあ1時間なんですけどね、もう起きて。どうもどうも、わさぴさん、アウトサイダーパラダイスさん、ヤッホー、はじめまして。わさぴさん、クリスタルくまちゃん、ありがとう、嬉しいよ。そう、朝声がね、まあ、出ないですね。メイさん、レインボースターありがとう。ニャンピーさん、ヤッホー、ありがとう。ドアラさん、てありがとうね。そう、朝っぽい顔、わかる？朝っぽい顔してますよね。顔がまだむくんでるんです、朝なんで。顔がまだむくんでる、朝って感じの顔してるよね。してるしてる、許してください、朝なんで。そう、朝なんか朝配信してみたいなってなって朝したんだけど、意外とさみんな見てくれるね。うん。お顔がツルツルですが、ザノーメイクですかね。ザノーメイクです。あの化粧水と乳液だけ塗らせていただきました。ノーメイクです。お顔洗って乾燥するので化粧水と乳液だけ塗ったからテカ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 ですけれども、今日はリップも塗ってないし、さあすっぴんです。ちょっとリップぐらい塗った方がいいですかね。一応持ってきてるんですけど、にゃんにゃん塗ってないですね、まだ。そう、化粧水と乳液大事だよね。スピノンスピノンです、はい、スピノンです。自然でいい、本当？朝日に照らされたサウンも美しい。まあすっぴんですけれども、
国曜さん、クリスタルくもちゃんありがとね。こげのん？こげのんじゃないよ。あ、みなちゃん、みなっぴー、いってらっしゃい、お仕事ありがとう、来てくれて忙しいのに、みんな。こげのん、いやでもさ、私めっちゃ焼けてると思うよ最近。なんかこれがまたダメなんですけど、ちょっと夏がさ終わったからさ、日傘をささなくなったんですよ。ちょっとダメですよね、さした方がいいですよね。手でこうやってして歩いてるとか、もう帽子かぶっちゃうとか、まあマシかもしんないけどさ、まあちょっと焦げましたよねきっと。なんかちょっと焦げてる気もするな。ちゃんと日傘さしますね。眉毛つながってないですよ、つながってないですよ。サーノは白いですって、もっと焦げてもいいと思います。焦げません。いや白いから喧嘩売らんといて白くないよ。まあでもまあ白い部分もあるけど、顔はちょっと前に比べたら焼けてると思う。うん、ミナピー名前変えてくれた、ありがとう。ちゃんと分かったよ、ミナちゃんでも。うん、ミナピーの方がまあ分かりやすいけど、私のルームまだミナちゃんいなかったから、どっちでも大丈夫。うん、ありがとうミナピー、私がつけたもんね。前髪結構伸びたけど、いい感じに巻けるようになりました。うん、中途半端やとさ、この巻き方もできないんですよ。ちょっと待ってね。色比べたらさあちゃんの白さがわかるよって。まあ確かにパパとかと比べたらね、全然違いますね。年中真っ黒クロスケ、自転車乗るからやない違う。トゥトゥトゥ、分かりやすい方にする。ナイス。ワサップさん、レインボースターありがとう。いっぱい星が流れてる、ありがとう。ニュージェネレーションライバーありがとう。今日髪を下ろすかもやったんですけど、ちょっと結んでみました。ザザッとザザッと結んでみました。束ねた長い髪、水玉のシュシュ、恋の尻尾は捕まえられない。うんうんうん、幻リンさん、クリスタルくまちゃんありがとう。みなっぴーありがとね。エビフライガチャガチャ。つながってないですよ。レインボースターとクリスタルクマですよね。そうです。ありがとう。
嬉しいよ。目指しましょう。ポニーテール、風の中、君が走る、僕が走る、砂の上。もちろん覚えてますよ。卒業してから歌って踊ってるって。え、歌はもうしょっちゅうその口ずさむの好きなんでしょっちゅう家で歌ってます。ダンスはなんか忘れたくない難しいダンス、なんかせっかく覚えた難しいダンスはなんかたまに踊ってます。その忘れたくない部分、もう思い、もし忘れてしまったら思い出すのが難しい部分は。そうね。あ、そういえば今日夢でギンガムチェック踊ってたわ。夢でね、夢の中で。でもギンガムチェックも難しいからさ、ちゃんと思い出せないと戻るのむずいかも。私は一番最初に踊ったのは47です。さあのそうどこでも歌ってるわ。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。そうイベントでね、メイさん、クリスタル、クムちゃん、ありがとう。いや、エイトの曲忘れません。会いたかった。会いたかった。一回しか踊ったことない、私。一回しか披露したことない。うん。一回しか踊ったことないね。会いたかったってさ、なんか AKB やったら一番披露しそうやんか。私一回ですよ。しかも割と最後の方。4月、うん、3日2日くらい。あ、違う、6日 ?6 日だったっけ ?6 日だったかな。ジャルジェさん、ジャルジェさん、おはよう。ありがとう。朝からさ、初見さん見に来てくれるの嬉しいよね、やっぱり。そう、上美空の外見ビフォーってやつ、チームメイト、宮崎県代表、上美空のになった瞬間だねって。すごい、フルで書いてくれて、ありがとう、しげお007さん。そう、そうですね。なった瞬間。なった瞬間。なった瞬間というか、そう、瞬間はまあ横浜なんですけど、そう、横浜のパシフィコ横浜でデビューして。ねえ、考えてみたらすごくない？私パシフィコ横浜がデビューです。割と大きなステージで、すごい大きな施設、何、大きな会場で。嬉しいね。そうね、でもステージに初めて立ったの本当に KKB さんなので瞬間ですね。施設って言ったらなんかなんか幼稚園とか保育園とかなんかそっち系になっちゃったね。ピンク亀尾さん、
クリスタルクマちゃんありがとう。思い浮かばなかった会場っていう言葉が朝なんで、まあ朝なんで朝だからさ、ちょっと優しくしてみんな、朝だから。うららパパさんおはよう、おはよう。君のことが好きだから僕はいつもここにいるよ。大好き、君のことが好きだから、本当あえてそのことだけで、ことだけで温かい気持ちに、気持ちでいっぱいいっぱいにな、いっぱいになる永遠の先。大丈夫、大丈夫、変なチョコな私でも愛はいっぱい。時間をかけて立ち上がろう。離さなくていいよ。ハート型ウイルスね、リミヒュート。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。そんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。あのタンバリンダンスがね、難しかった。あのハート型ウイルス、多分今覚えたら全然できるんやろうけど、あの入って3ヶ月の私はめちゃ苦戦してましたね、タンバリンダンス。でタンバリン、待って、タンバリンで、ちょっと待って、違うな。でもなんかタンバリンもさ、間違えないように頑張ろうって思ってた。叩くとこは決まってるんですよ。でも多分今踊ったらめっちゃ楽しく踊れそう。いやマジで最初だったので全然覚えらなかったよ。ハート型ウイルスでさえめっちゃ苦戦してましたから、私たち。そう、ミジとユーカリンと佐賀でやったんですけど、なんかさ今思ったらめっちゃ嬉しいね、めちゃくちゃ仲良しメンバーでステージ立てて、てて熊本ではおみじゅとラメキリプツしたし、嬉しかったな。トゥ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 、カラオケ何でも歌えるんですよねって。あ、そう、卒業したからね、
できるようになったら何でも歌えると思うよ。あの曲が入ってれば、うん、曲が入っちゃったら踊れる、歌えると思う。踊れません、歌えると思います。でもまあサノンが歌えるかどうかだよね。サノンが歌えるかどうか、どんな曲歌ってほしいんですか皆さんは。カラオケ、カラオケもしできたら。ラジカセで CD 流しながら。ラジカセ持ってないよ。毎回ドレス着てる姿でレミヒューと二人と一緒に写真写ってて泣いたって嬉しい。愛子さんね高いんだよね。そうキーが。あ、君はメロディー歌います、好きなんで。君はメロディー、ハーモニー。カツモン、ちょっと待って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 、カツモンダンス、ちょっと待って、カツモンダンスって何ですか本気な質問、何ですか。春風、春風ね。あいみょんさんは、あのね、あいみょんさんはね知ってる曲多いっちゃけど、歌えるのはね、あのほんの数曲だと思う。うん、ほんの数曲やと思う。あとなんかサビとかだけとかうん、おはよう、のりおさん。サクサクカツモン知ってます、何ですかそれ。サク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 カツモン、サクサクカツモン、とんかつわかんない、どんな歌、どんな歌よ。リンドバーグの曲、リンドバーグの曲、サクサクカツモン。全然わかりません。ELT のラジオに出た時に、フレジャイル、どんな歌だっけ、全然わかんない。日向の真ん中で歌おう、道が冒険の旅、なんでもない石ころも宝物に変わる、君と一緒ならば、日向の真ん中ではね、そのでも寂しくわかんない。で、か、あの、とんかつの歌はどんな曲なんですか。どんどんの曲合ってたんですか。うん、キュン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 どうして、キュン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 、ふんふんふん、 Just falling on you、 ドレミドレミドレミ。うん、でも全然歌えないかもしれない。多分ザの聞いたらピンとくる。あ、ほんと、そういう曲、サクサクトンカツっていう曲ね、そのサクサクトンカツやったっけ、サクサクカツやったっけ、ちょっと忘れた。
ときめきそう。ちょっと待って、ごめんなさい、聞いたことないかも。聞いたことないわ。ときめきそう。カツモン、カツモン、カツモン、結局カツモン、カツモンね、わかんないけど YouTube で検索。カツモン、え、桑田佳祐さんの歌？え、なんか変な動画ばっか出てくる。ちょっとどうしよう。カツ、え、これ違くない？なんか変な動画ばっか出てくる。絶対違う。ヒデトさん、と来てくれた、ヤッホー、おかえり。カツモン絶対違うやろ。桑田さんではないです。ちょっとわからないです。ちょっとわからなかったです。あうーん、桑田さんではないですか。カツモンでいいの？カツモン買ったかな？でも全然とんかつの絵出てこなかった。あ、カツモンダンス。カツモンダンス。ダンス、ちょっと待ってで、今のアイドルさん、あいみょんのファンが多いらしい。あいみょんさん、これ？これですか？新宿と、待って、新宿とんかつサボテン、ちょっと待って、このとんかつ食べたことあるかもしれない。これ知らないよ、全然知りません、残念。全然知らない。もう踊れる、これ踊れるわ。ちょっと歌えないけど、これがとんかつの歌。幼稚園のお遊戯会、確かにお遊戯会になっちゃったわ。
すごいね。ちょっと今来た方、今来てくれた方はびっくりやね。そのルーム入ったらサボテンの歌歌ってて、あ、踊ってて。お昼はとんかつで決まりですね。お昼ですか、わかんないよ。とんかつ食べてください。じゃあ皆さん、私の代わりにとんかつで決まりだね。みんな今日は迷ったらとんかつを食べてください。そしたらハッピーなことが起きる一日でしょう。完全にフィックが泳ぎ界で踊ってる体になって、やめてください。にゃな、なーにゃ神吉さん、ね、妄想師さんかな。お疲れ様ごー。サボテンの CM 来るから、ちょっとみんなが宣伝してくれなきゃ。サボテンの CM、 とんかつね。サボテンのでもとんかつ美味しくない？多分そういうの食べたことあるよ、うん。一回だけね。あ、そうだ、あれみんなに聞かせたい。なんだっけ。ちょっと待ってて。テクテクさん、クリスタルくまちゃん、ありがとう。この曲知らない？ガンちゃん、こんにちは、おはようございます。めっちゃ可愛いんだよ。めっちゃ懐かしい、これめっちゃ懐かしい。かわいい、かわいい。見て、かわいい。ね、かわいくない？めっちゃかわいい。しまじろうじゃないよ。テレタビーズです。めっちゃかわいくない？ね、かわいい。遊んでるんですよ。マジで可愛くない？黒曜さん、クリスタルくまちゃん、ありがとう。マジで可愛い、可愛すぎる。これみんな見た方がいいよ、一回は。可愛いので。最近やってないのかな。30代チャンネルって何？これ行事向けじゃないんだ。かわいい、マジでかわいいね。4人とも色白、いや、あれディプシーがね、あの色黒いですよ。
そう、マジで可愛い。可愛かったやろ、みんな。久しぶりに見た。さあ、もうこれちっちゃい子見てたんですよ。初めて見た？本当？みんな見てないやった？かわいい。これ電波ですか？あー、かわいい。なーらーぽー、テレタピーチ、テレタピーチ、かわいすぎる。えあー、かわいい。テータビーズってどうやったら会えるんですか？テータビーズに会いたい。さあ、人生で一度会ってみたいキャラクター、テータビーズかも。何のキャラ？なんかイギリスのなんかキャラクターらしくて、イギリスだったかな。なんか電波らしい。ファンの人に聞いたら、日本に来るの？全然来ないけど、来んけど、いつ買ってみたい。どこに行ったら会えるんですかね。なんかさ、ディズニーランドみたいなやつあんのかな、イギリスに。ね、テルタビーズランドみたいな、あるなら行ってみたい。テルタビーズの本物に会ってみたい。え、イギリスになんか像があるらしい。え、本気？本気？行ってみたいわ。イギリスでもめっちゃ英語だよね。うん、行ってみたいですね。テータビーズに会いに行きたい。うん、そんぐらい好き。マジで可愛いから、みんなテータビーズ見てください。一度はもうみんな出勤しちゃったかな。そうそう、終わろうかな。みんな出勤しちゃった？もう、もしかして。なあなあ。ぽう。みんな学校とかお仕事とか始まったかな？もう9時半だもんね。9時半は始まる？うん。9時とかの方が多いんかな？いや、待って、配信終わったらイギリス行きのチケット取りましょうって。じゃあ誰かお願いしますね。予定立てといてください。金曜日か、そっか、金曜日って忙しいかな。ラーラーぼー、マサさん、おはよう。なんかでもサウンの頭も起きてきた。こんなことやってるけどあと1時間は大丈夫で、あと1時間も大丈夫なんですか。まあ、さ、あと数分で終わりますけれども、私はお仕事中断中です。大丈夫かな。中断させちゃって。あ、お米炊けた。じゃあ朝ごはんだね。みんな朝ごはん食べた？朝ごはん食べました？みんな何食べたんだろう、教えて。お昼までいいですよ。いや、お昼までダメですよ。お仕事中断させちゃう。今日は朝配信。朝ってさ、結構見れるんですか、みんな。ちょっと答えてほしい。朝って見れる？これぐらいの、今日ぐらいの時間。なんか今日はさ、結構みんな見に来てくれた気がした。朝はヨーグルト食べた。健康。基本お仕事よりお仕事ですって。最高。嬉しい。確かに。でもわさっぴさんの場合、あれだもんね、お船の運転ならあれだね、自分の当番の時は見れんね、絶対。日による。なるほど。
これから栄養士さんに、うん、教わったのに。キムチ納豆と松前漬け食べます。いいね。このくらいって分かったら見やすいかも。あ、朝配信するなら8時、今日みたいに、今日ぐらい8時半とか8時45分から1時間とかですかね。朝は目玉焼きに鮭ご飯に味噌汁。おお、船で。夕方より午前中の方が見れる。なるほどね、なるほどね、そうなんや。バス来ないどうしようって。え、待って待って待って、もう遅刻じゃん、遅刻じゃん、うらんちゃん遅刻じゃん。だってさ、さっきなんか言ったよね、15分にバスって言ってなかったっけ。遅刻、まさかの遅刻、遅刻かな。もうあったかくないや、めっちゃあったかくしてきたんですけど、全然詐欺じゃなかった。15分なんなんなかった、さすが。諦めた。そうだよね、いっぱいあるのか、バスが。バスね、バスって、でもバスはなんか電車よりも遅れるイメージ。さっきまで雨止んでたのに。うん、土砂降り？大変だ。傘持ってた？朝から一杯やってね。やってないわ。やってないわ。お水。今のマグカップ見せて。今のマグカップいいよ。ちょっと待って。でもちょっと待って。こちらです。こんな感じ。ちょっとお水入ってるからな。ジョンって感じ。宮沢さえさんと篠田麻里子さんと大島優子さんと笠井智美さんとゆきりんさんと高みなさんが乗ってます。え、うらんちゃん持ってんの、びっくり。うらんちゃんだってさ、うらんちゃんって私の何個下、3個下。え、持ってんのすごくない、すごいね、すごすぎる。え、これの赤がね、さ、欲しかったの。これの赤が欲しかったの。そう、赤も欲しかったの。さあの、まあその時赤も売ってたのに、あの赤がね、前田敦子さんが乗ってるんですよ。そう、緑を買った。そうそう、買っとけばよかったな。そう、総帥さんありがとう。飛行機とエビフライのガチャガチャありがとう。あー、来てくれてありがとう、久しぶり。あっちゃんの持ってるって、そうだよね、赤は前田敦子さん。え、待って、赤いやつはさ、他誰が乗ってますか。あ、じゃあここに乗ってない方だと、こじはるさんとかまゆゆさんとか、前田敦子さん、まゆゆさん、こじはるさん。あ、じゃあ板野友美さんもそちらかな。板野友美さん、誰だろう、あとちょっと待って、誰までが乗ってるんやろ。前田敦子さん、板野友美さん、まゆゆさん、こじはるさん、あとは。そっちも美味しかったな、やっぱいいね。じゃあこれの赤持ってるってことは緑はもちろんってことね。じゃあおそろだね。あ、指原莉乃さん、あと一人は、
った一人、横山由依さんとか。誰だろう、誰だろう、待って、神セブンの方全部言ったっけ。もう2、3、4、あきちゃさんね、なるほどね、なるほど。緑は持ってない。ヤフオクあたりで売ってるかも。新品でも、新品だったら欲しいね。やっぱマグカップは口にするものですから、新品だったら欲しい。ヤフオクって新品なんですかね。インコ姉ちゃん、だるまさん、ありがとう、ありがとう。あとね、私何分で何分に始めた、あと数分で終わるね。お揃いだね、しかも色違いすごいね。あ、新品もある。新品だったら欲しいかな。うん、これの赤。バトニーさん、さあなんて、ヤッホー、おはようございます。新品もある、新品もあるんだろうけど怪しいね。わかる、なんかさ、新品って書いておきながら新品じゃないやつとかありそう。もう1時間ぐらい、ほんと。じゃあそうそうさ、ランキング読んでいくね。いいかな、ランキング読んでいきたいと思います。セブンの入り口に横断幕みたいなの貼ってあるじゃん、あれも持って。え、なんで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 、待って待って、さあそれ欲しかった。でもさ、なんかさ、聞けないじゃないですか、それくださいみたいな。え、欲しかったんだよね当時。なんで持ってんの、すごいね。頼んだ知り合いとか、あれってもらえるんだ、すごいね。よし、ランキングを読んでいきましょう。13位はマチェさん、ありがとう。12位はピンク亀尾さん、ありがとう。11位はソツイさん、ありがとう。10位はケイスケさん、ありがとう。9位はシゲオダブルオーサブ、待って、そうなの、なんか読み方間違えたって思って、合ってるよね。シゲオダブルオーセブンさん、ありがとう。8位はリンさん、ありがとう。7位はテクテクさん、ありがとう。6位はおけいちゃん、ありがとう。5位はユンさん、ありがとう。4位はメイさん、ありがとう。3位はワサッペさん、ありがとう。そうだ、メイさんはさ、初じゃないね、団長、ありがとうございます、嬉しい。2位はナンさん、ありがとう。そして1位は国陽さんでした、ありがとうございます。入り口に飾ってあるやつとか全部入れました。あれじゃあさ、捨てるってこと？すごいね、すごいね。そういうのも聞いてみればよかった。みんなありがとうございます、見てくださって。ちょっとさ、朝だから特集どうしよう。今ちょうどさ、光ないじゃん、ダメだ。うん、いいよこれなら。あ、いい、こっちがいい、やっぱさっきのやめて。さっきのなしね。ありがとう。ふう、じゃあみんな今日も一日頑張りましょう。やめてとかありますよ。よし、じゃあみんな今日はこの辺で、皆さんこの後お仕事学校頑張ってくださいね。さあ、どうも
素敵な一日を過ごしたいと思います。ね、朝早くても1500人もありがとうございます。本当に今日は夜は多分しませんので、皆さん今日はこの辺で、皆さんゆっくり楽しく過ごしてくださいね。じゃあまた配信するときはファンルームで教えるので、皆さんでめっちゃ余裕持って教えれるときはツイッターだったりインスタグ、あ、X だったりインスタグラムでもそう言おうと思うので、皆さんおやすみなさい。違う、間違えたねえ、なんでおやすみなさいの、間違えた。お知らせしようと思うので、皆さんちゃんと見ていてください。それでは皆さん今日もね、ニュージェネレーションライバーのために皆さんたくさんクリスタルクマちゃんだったりレインボースターありがとうございました。じゃあまたたくさん遊びに来てください。寝ません。いつもさ、最近さ夜にさ配信するからさ、ちょっとおやすみなさいとか言っちゃうんだよね。間違いです。皆さんそれでは今日も元気にいってらっしゃい。バイバイ。